頑張いや素晴らしい。ガンバあっという間の2対0。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、やっぱりこういう状況をたくさん作れるチームが得点につなげる形というものを持ってますよね。イメージとしては相手ディフェンダーを浮かせる形だと思うんですけども、いいタイミングでシュートを打てましたよね。